1909年頃に、ロシア皇室ヨット、スタンダルト号にて、名のオーリガト1920年撮影、エルンスト・ルート・ビヒは、ヘッセン大公国の第五代大公。ヘッセン大公ルート・ビヒ4世とその日で、イギリス女王、ビクトリアの娘であるアリスの間の長男として、ダルムシュタットで生まれた。妹の一人は、ロシア皇帝ニコライ2世の皇后アリックスである、エルンストの幼年時代には、 親族の死が続いた。彼が5歳の時、一緒に、母、アリスの寝室で遊んでいた2歳の弟フリードリヒが、窓から6メートル下へ誤って落ちた。最初は、打撲だけで済んだかと思われたが、彼は遺伝性の血友病患者であった上、脳内出血でその日のうちに死亡した。彼は深い悲しみに沈み、僕が死んだら、みんな一緒に僕と死んでよ。なんでみんなで一緒に死ねないの フリードリヒみたいに、僕は一人ぼっちで死にたくないよ、と、ウバに言ったという。母アリスには、天国で神様にお願いするんだ。またフリードリヒに会わせてくださいって、と言ったという。幼い弟の墓は、やがて一家の巡礼地となり、そのことがますます彼にとって一人で死ぬことの、脅迫観念となっていった。1878年、ダルムシュタットを、ジフテリアの大流行が襲った。 親族と過ごすため宮殿にいなかったエリーザベトを除く、子供たち全員と太公が感染した。アリス大公妃は家族を看病し続けたが、11月15日に末妹マリーが死んだ。アリスはマリーを可愛がっていたエルンストにそのことを知らせまいとしたが、エルンストは姉にマリーの死を知らされ、病床で泣き伏した。母は彼を慰めようとしたが、彼女自身が感染し、 12月4日に急世した。母の死は彼にとって生涯の重荷となった。1892年にエルンストルートビヒは対抗位を継ぎ、1894年4月19日にザクセンコーブルク号多公アルフレートの娘で母方の10枚にあたるビクトリア・メイリータと共通の祖母、ビクトリア女王の祝福を受けて結婚した。二人にはエリーザベト大皇女が生まれるが、 結婚生活は不幸なものとなった。二人は次第に疎遠になり、ビクトリアは夫が同性愛者であることに苦しんだ。馬小屋の手伝いから厨房の手伝いまで片っ端から若い男を寝室に連れ込んでいた。と、後に彼女は打ち明けている。対抗夫妻は1901年12月21日に離婚した。一人娘エリーザベトは1903年に チョーチフスで休止した。四次を設けなければならないエルンストルートビヒは、1905年2月2日にゾ、ゾルムスエ園ゾルムスリヒ公、ヘルマンの娘エレオノーレと再婚し、ゲオルクドナトストルートビヒの二人の息子が生まれた。エルンストルートビヒは、生涯を通じて、芸術の講演者だった。自身が、詩人、劇作家、エッセイストでもあった。1899年に、 マチルガの丘に芸術家コロニーを創設して有限としている運動を応援した。第一次世界大戦にはドイツ軍の一員となって戦い、1918年のドイツ帝国の画界と共に対抗国も消滅した。1927年には私立探偵を雇って名でボリシェビキに殺害されたアナスタシアだと名乗ったアンナ・アンダーソンの正体がポーランド人。 フランツィスカ・シャンツコフスカであると発表した。1937年10月9日、エルンストルート・ビヒはランゲンで死去した。君主の地位を失って20年近くが経っていたが、エルンストのために州を挙げての葬儀が行われた。エルンストルート・ビヒの死から間もない1937年11月16日、ロンドンで予定されていた次男、ルート・ビヒの結婚式に出席するため、大公費、エレオ・ノーレ、 長男、ゲオルクの一家を乗せて、ダルムシュタットを出発した飛行機がベルギーで墜落した。乗員、乗客は全員死亡した。幼いため結婚式に欠席していた孫娘、ヨハンナだけが生き残り、ルートビヒ夫妻に引き取られた。しかし事故から18ヶ月後、ヨハンナも病死した。最初の妻、ビクトリア・メリトとの間には娘を一人設けた。 二番目の妻エレオノーレとの間には息子を二人、儲けた。ありがとうございます。